の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。チーズ味ったらチーズ味。世界のトップジュニアが集まります国際ジュニア体操競技大会、出場選手のほとんど全員が夢はオリンピックに出場することだと話しておりますが、近い将来ナショナルチームのメンバーになるだろうというジュニアが今年は世界12カ国からこの横浜文化体育館で技を競っております。さて放送席解説をご紹介いたしましょう。この大会の卒業生というお二人ですが、まずは男子バルセロナオリンピックシルバーメダリスト、8年前この大会に出られました池谷幸雄さんです。よろしくお願いします。この大会の思い出っていうと池谷さんは、はい、僕は高校2年の時に出たんですけども、この予選の大会の全日本ジュニアの3日前に突き指をして、そうすると人差し指折れてたんですね。あれ今も曲がってますよこれ、ちょっとかな、これ見えますかね、折れてたまんま、全日本ジュニアの試合予選をやって、ね、そのまんま、あんまり固定をしないで練習をしてて、国際ジュニアに出たんで結構大変だったなっていう思い出が、その後遺症がまだ残ってるという、もう治らないんですけどもこれは、さあそして女子の解説は10年前にこの大会を経験されました、日本体育大学女子で体操部のコーチもしていらっしゃいます山中陽子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。池谷さんの先輩ですよね。はい、一つ上の先輩です、はい、山中さんはこの大会どんな印象あります？私にとっては、世界選手権に初めて出場した年だったので、その前に出場した大会でありました。でその時に旧ソ連 の, ボギンスカヤ選手が一緒に出場してまして、やはり後々世界で活躍する選手が出場している大きな大会だっていう印象があります、はい。今年はね、日本のサバイでね、世界選手権があって、そこに出る選手も何人かいるということなんで楽しみなんですが、今日は、種目別の模様を皆さんにご覧いただきますが、前日には個人総合が行われました、その様子をちょっとご紹介いたしましょう。個人総合の男子、日本からは斉藤拓と塚原直也の2人が出場しまして優勝の期待がかかったんですが、残念ながら、塚原が4位ということでした。まあ、塚原選手ご存知かと思いますが、名前でわかると思いますが、塚原光雄さんのね、そうですね、息子さんということで、今日はこの種目別にかけているということですね、はい。そしてジュニアの時一緒に合宿したりとかしてますね。あ、そうですか、で今優勝者出ておりますが、中国の16歳のホアンシーという選手が優勝しました。6種目ミスがありませんでした、さあ一方の女子はロシアのオイゲニア・クズネッツォーバ14歳が優勝しました。跳馬、段違い平行棒、床の3種目でトップの得点をマークいたしました。まあ、この選手ロシアのナショナルチームにも入るだろうという選手のようですね。今回は10月に行われますサバエの世界選手権の出場がかかっているということも聞いております。まあ、これで優勝して出場してくるというクズネッツォーバですが、コマーシャルを挟んで種目別の模様をご覧いただきます。種目別最初床です。中国のホアンシー、ムンサルトからですね、ちょっと一歩動きました。昨日の個人総合見事優勝したこのホアンシー、やっぱ腕は太いですね、中国の選手だけに。これは伸身前宙の連続から最後は伸身で1回ひねりました。これはもう難度が非常に格上げになるんで加点の多いところですね、はい。神秘倒立です。対戦綺麗ですね。とにかく昨日はミスがほとんどありませんでした。そうですね、やっぱりミスしない選手が優勝ですから、これは伸身の1回ひねり、ね、ただ種目別は一発勝負ですからね、ま、その辺がね、また面白いところで、選手としても一発逆転があるところなんでね、僕なんかそれで銀メダル取りましたから、はい、最後は2回ひねり、ちょっと出ましたね。そうですね、ラインオーバーしましたね。これはもう完全に 0.1 減点ですから、はい、で最後初めのムンサルトもちょっと着地がね、はい、大きく一歩出過ぎたかなっていうところで、そうですね、ちょっとあまり納得いった演技じゃないんじゃないかと思いますね。まあ、昨日はこの種目 9.3 を取ったんですが、はい、昨日より最後の技もちょっと、そうですね、落としてますね、落としたようですね。着地を多分狙いに行ったんだと思うんですけども、この最後2回しかひねってないですね、はい、いつも3回ひねってますから、うん、高さがやっぱり微妙に浮いてますから、3回ひねりの分、なる
その分ですね、着地は救われたっていう感じで大きく後ろに一歩出してしまいましたね。これ初めのムーンサルトですね、はい、でこのムーンサルトもちょっと大きくですね、ごまかしてるんですけども、はい、やっぱり明らかにね、着地は決まってないっていうのは分かりますから、はい、この種目は前日の個人総合それぞれの種目上位8人が出場しますが、前日の点数は持ち越しません。一発勝負で争っております。保安士の得点は 9.00 という得点でした。日本の斉藤が登場しました。男子種目別ゆかです。4人目、伸身のダブル、綺麗ですね。やっぱりさっきの選手より空中姿勢は綺麗でしたね、はい、本人はこのゆかが最も得意だと話しますが、あー失敗ですね、尻餅をついてしまいました。前方の、まあ、3回目に伸身の1回ひねりをする予定だったんじゃないかなと思うんですけども、はい、だんだんスピードが止まってきてしまいましたね。斉藤は昨日の個人総合はちょっとミスが出てしまいました。結局9位という成績、本来の力を出していればもっと上に行けた選手なんですが、ひねりを入れてきました。最後はムーンサルトだと思うんですけども、はい、着地ですね。最後はこれも前にちょっと倒れてしまいました。やはり、まあ、非常に疲れてるなという感じですか、ね、で1種目目ですからね、これまだ、はい、この1種目目でやはりこういう演技だとやはり疲れてるなっていう感じがしますね、全体的に。まあ、国際大会はこの斉藤拓初めての経験で試合前かなり緊張してるんですよって話してましたが、やっぱり本当に初めての国際大会っていうのは非常に疲れますから、いろんな意味で初めてなんで、まあ、ここも伸身連続からこう最後1回ひねりするつもりだったんですけど、もう止まってしまいましたね、はい、足がもう振り込まれてなかったということで。5番目はゼッケン15、最後もやっぱり疲れてましたね。いつもはピタッと決めてくるんですがね、はい、残念です。斉藤の得点は 8.50 という得点でした。男子のゆか種目別、ここまでトップはドイツのファイファーの 9.30 ということですが、はい、こちらがもう一人の日本選手の塚原直也、昨日の個人総合では4位というところ、もう少し上に行きたかったかなという話ですが、はい、まあ、今日の種目別は今までより難度の高い技をすべて入れてくると挑戦をするという話なんですがね。いいですね。やっぱり種目別の大会というのはあんまり少ないですから、まあ、こういう機会にやっぱりどんどん、うん、攻めていってね、うん、試合試していった方がいいと思いますね。そうですね、はい、さん、はい、実はこの塚原選手のコーチは、はい、あのロシアのアンドリアノフさん、モントリオールオリンピックのゴールドメダリストなんですよね、はい、でその方が昨日の出来に非常に不満でしてね、明日は今まで練習してきた難しい技を全部入れるということで、まず伸身できましたね、はい、多分最後も伸身できると思いますよ。あ、そうですか。ご注目ください、はい、最後これまでは抱え込みだったんですが、伸身、最後の伸身っていうのは非常に大変ですからね、はい、まあ伸身の連続ですね。最後、まあ、前方の伸身1回ひねりですけども、はい、さっきのところ連続で本当は最後やっぱり伸身3回目に1回ひねりたかったんだと思うんですけどね、ちょっとミスですかね。バランスをして最後、まあ、伸身ができたらですね、非常に素晴らしいですね、はい、伸身で立ってほしいですけども、最後はどうでしょう、ピタッと決まりました。これは良かったですね。今まで補助付きでしかやったことがないという話だったんですが、アンドリアノフさんも、うん、まずまずといった感じでしょうかね。あ、お父さんの塚原光雄さんとお母さんの千恵子さんも映っておりますが、良かったですね。最後どうなるかと思いましたけども、非常に高さもあってよく回ってましたし、
大久保さんね、はい、今まであの塚原選手はインターハイ、全日本ジュニア、そしてこの国際ジュニアとジュニアの大会を中心にやってきたわけですよね、で、まあ、これはあの一応昨日で4位になった段階でジュニアは卒業と、はい、これからは日本を代表する選手になるために、うん、まあ、練習してきた技を入れて、まあ、発表して、これからどん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 失敗しないようにしていかなければいけないということで、大人への旅立ちが今日だということになるんでしょうかね。あ、じゃあある意味で今日のこの種目別がこの塚原選手にとっての新しいスタートということですね。はい、もうとっても体操のこの、はい、生命においては非常に重要なポイントですね、はい、9.15 という得点でした。現在2位です。ロシアのポドゴルニーの演技です。昨日のイカはトップの得点をマークしました。お、新月面ですね、はい、2本目に新月面を入れるっていうのは素晴らしいですね。2回宙返り、2回ひねり、非常にやはり脚力に自信を持ってないと2本目に入れるっていうことはできませんからね、はい、そしてひねって、でこれは4本やりますね。あ、5本ですね。あ、タンブリングですか。はい、普通は斜めに3本使って横に1本なんですけども、はい、斜め4本使ってますね。非常にスタミナもありますね、はい、この選手18歳、159センチ、53キロ。最後は抜かれてですね、はい、非常に素晴らしい演技構成ですね。池谷さん、はい、おそらくこの選手はあのロシアの、ね、6番目の選手としてサバイに世界選手権に出場する選手になるだろうとコーチは言ってますね。あ、そうですか。やはりね、実力的にも今のナショナルの選手とね、同体の演技内容ですから、もしかしたら結構日本でやればいいところまで行くというジュニアですからね。素晴らしい内容でしたね。特にこのゆかが一番の得意種目だというポドゴルニーですが、はい、新月面ですね、はい、2本目に行っているということで、だいたいこういう力の、ね、大変いる技は1本目に持ってくるんですけども、はい、2本目に持ってきて、まあ、最後はムーンサルトですけども、5本やってで、それで最後のこのムンサルトですからね、はい、非常に素晴らしい体力ですね。どのぐらいの得点が出ますか。ちょっと今審判が集まって揉めているんですが、非常に高得点は出ると思いますね、はい、演技の内容的にはほぼ満点の演技内容ではないでしょうか、はい、去年のヨーロッパ選手権、そして今年のロシア選手権でもこのゆかは種目別で優勝を果たしているポドゴルニー、昨日の個人総合では3位でした。得点が出ました。今日は 9.60 という得点です。現在トップに立っていますポドゴルニー。結局男子のゆかはロシアのポドゴルニーが優勝を果たしました。 9.60 という得点でした。2位にはドイツのファイファーが入りました。そして日本の塚原 9.150 ということで、ウクライナのメツェンツェフとともに3位に入っています。女子跳馬です。まず最初の演技者、ウクライナのカルペンコ、1本目です。ロンダートから入りました、うん、どうですか。2分の1ひねりして、前方の伸身宙返りだったんですけれども、はい、あの少し腰トレが見られましたね。というのは、あの後半あの体を しっかり伸ばしてなければいけないんですけれども、はい、少しあの屈伸の姿勢が見えているところがちょっと減点になってるんじゃないでしょうかね。くの字に曲がってるんですね、はい、あ、なるほどね。膝も少し曲がってますね。あそこはピンと伸びてないといけない、はい、ということですね。ちょっともったいないですね。伸身っていうのはまっすぐですから、うん、それが少しでも曲がったりすると減点の対象ですね。膝とか腰が曲がると、はい、9.9 満点の演技ですね、はい、カルペンコの1本目は 9.450 という得点でした。2本目です。これも、先ほどの、はい、先ほどの飛び方と前半は違うんですけれども、はい、後半は同じ飛び方になりますね。で、同じ 9.9 満点の演技なんですが、はい、2本目も同じようにちょっと腰トレの姿勢が見えますので、うん、そういったところで減点があるんじゃないでしょうかね。こうひねって入るんですね、今度はね、はい、ちょっと姿勢が不十分ですね。膝も曲がってますし、うん、はじめの1本目はロンダード入りだったんですね、はい、これはまともに普通に入ってますよね。
そうですね、膝とちょっと腰がやはり曲がってますもんね、はい、このカルペンコはウクライナジュニアナンバーワンの選手だということなんですが、まだ14歳、134センチ、31キロと。女子の場合は種目別2本飛んで平均なんですが、はい、違った種類の飛び方をしなくてはいけないんですね。そうですね、違うグループから2本飛ばなければならないので、その辺がちょっと難しいところだと思います。ジュニアにとってはなかなか大変ですね、はい、9.500 という2本目の得点でした。平均は 9.475 です。あ、これはいいですね、はい、ロシアのクズネッツォは先ほどの選手と同じ飛び方になりますけれども、はい、あの後半の距離もありますし姿勢も十分ですので、これはいい点が出るんじゃないでしょうかね。この選手が昨日の個人総合見事優勝を飾ったクズネッツォは跳馬でもトップの成績をマークしました。足がしっかり閉じてますから、まだ14歳なんですが足がぴったりとくっついて伸身の姿勢も十分に見えて着地も決まりましたね、はい、ウクライナ女子跳馬エブゲニア・クズネツォワ2本目です。さあこれから2本目に入ります。次は前転跳びからの多分屈伸の前方宙返りだと思います、はいはい、難しい技ですか。 9.8 万点ないんですね、はい、これ も、はい、一歩前に足が出ましたが、はいはい、これも十分な距離もありますし、良かったと思います。このクズネッツォワのいいところっていうのはどういうところだと思います。山中さんは跳馬だけではなくて他の種目も見て全体的なことなんですが、まず姿勢欠点がないっていうところが一番いいところだと思います、はい、もう世界では今美しさを非常に求めてきてますので、はい、まず姿勢欠点があってはいい点が出ないんですね。跳馬でもつま先まできちんと伸びてますから、はい、あ、ちょっと最後、はい、膝が緩んでますけれども、はい、でも全体的にはすごく良かったと思います、はい、ロシアのプロドゥノーバの1本目の跳馬です。前日の個人総合は5位でした。まず1本目この選手の特徴はどんなところですか。この選手は前方系の技が得意なんですね、はい、で前方系っていうのは頭が最後に来ますので非常に着地を取るのが難しいんですよ、はい、でも跳馬だけに限らず平均台でも難しい技をこの選手こなしてきてますので、うん、そういったところが特徴のあるところじゃないでしょうか。2本目です。昨日も2本とも着地を止めてきてます、ね、そうですね、昨日は前方形を2回飛んだんですが、はい、ピタッピタッと決めてきましたが、はい、さあ2本目これはロンダートの入りですね、はい、これは伸身なんですがちょっと姿勢が不十分でしょうか。ちょっと屈伸気味になってます、ね、そうですね、ロンダートからの伸身で表示は上がってるんですが、ちょっと姿勢が屈伸になってますので、あ、屈伸ですね、はい、屈伸でした。屈伸ですので 9.5 万点の演技になります。そうですか、はい、そこからの採点になりますので、はい、ちょっと最初からフリーですね、日本の大杉瑞希の跳馬です。種目別はこの1種目だけ残りました。中学1年生頑張ってもらいたいですね。そうですね、朝日生命体操クラブ藤村女子中学の1年生です。まず1本目どうですか。着地もちょっと一歩受けましたけれども、まあ、本人は納得した出来だったんじゃないでしょうかね。まあ、昨日、はい、身長が136センチですので、一生懸命飛んでも跳馬より
の、ね、上になかなか行かないと思うんですよね。女子の跳馬が1メートル20センチですか、はい、ちょうど顔が出るぐらいですかね。そうですね、一生懸命足を使ってバネを使って飛んでると思います。ちょうど身長分ぐらい飛んでますね。今年の全日本の中学選手権で総合3位に入りました大杉。昨日の個人総合では10位とちょっと力を出し切れなかった印象もあるんですが、まあ、やはり初めての国際大会ということでなかなか自分の力を精一杯出すというのは難しいのかもしれませんがね。緊張してると思います、はい、今日はなんとか唯一残りましたこの跳馬で頑張ってほしいところ。2本目です。これはピタッと決まったんじゃないですか。着地は塚原跳びの屈伸、後方の屈伸の宙返りになります。この表情ですがどうでしょうか。大杉1本目が 9.25 という得点でした。やはりジュニアということで、はい、得意な種目がや大杉選手の場合は前方系の技だと思うんですね、はい、で、昨日も前方系の前方宙返りと前方の2分の1と両方飛んできたんですけれども、今日は違うグループから飛ばなきゃいけないということで、で結局今の塚原跳びの屈伸になったと思うんですが、なるほどね、勝ち点がやっぱり 9.5 万点なので、ははははまた違う跳び方をこれから練習していかなきゃいけないと思うんですね。で大杉選手はこれから世界でまた戦っていかなきゃいけない、はい、これからの選手だと思うので、またこれから練習の中でそういったところを克服していくんじゃないでしょうかね。そうですね、種目別の場合は違う種目で2つ飛ばなくてはいけません、はい、この跳馬ですが、大杉1本目が 9.25、 2本目の得点を待っております。現在の跳馬のトップは 9.575、 ロシアのクズネッツォーワです。2本目の得点が出ました 9.025 という得点でした。いい点が出ましたね、はい、平均で 9.137 でした。ルーマニア、さあ跳馬6人目です。ルーマニアのミレーラ・クズルラン、スグルランの演技1本目ロンダードから入りました。ロンダードからの2分の1して前方の伸身宙返りですね、はい、よかったと思います。この選手非常におしゃれですね。そうですか、なんかキラキラしてますけどねピアスとネックレスがね最近多いですね、ネックレスとかつけてる選手 ね昔は見かけなかったんですけどね、あんまり。そうですか、そうですかね、私の頃にもやってました。外国の選手はそういうのに憧れてましたけど、同期ぐらいですもんね。でも最近あの男子の選手もピアスつけてたりしますよ。そうですね、今回も、イタリアの選手とかね、はい、多いですね。池谷さんはやろうなんていう考えは。僕はね、あの穴開けるの怖かったんでピアスとかできませんでしたけど。本当は怖がりなんですか。さっきからこの女子の乗馬見てたら怖い怖いってさっき言ってらっしゃるんですけど。人がやるのは怖いんです。女子がやるのは大丈夫なんですけど。あ、そうですか。昨日は個人総合2位に入ったルーマニアのツグルラン、これから2本目の跳躍。これが昨日の飛び方と一緒ですね。2分の1して、はい、またさらに2分の1ひねって前方の伸身宙返り、はい、ちょっと直線上からずれましたね、一歩、はい、ちょっと減点があると思います。このキラキラしているこのツグルランなんですが、山中さんはどういうところがいいなっていう感じでご覧になってますか。そうですね、この選手は全体的にあのオールラウンドプレーヤーっていうんですか、うん、で特にあのこれからやる平行棒が、はい、あの得意種目だと思いますので、平行棒にもまた注目してもらいたいと思います、はい、跳馬は昨日の得点で見ますと、まあ、昨日は同じ、種目を飛んでもいいんですがそれで、3位という成績だったんですが、はい、今日はどれぐらい得点を伸ばしますか。1本目が 9.60 という得点でした。2本目 9.525 という得点でした。女子の跳馬の結果です。結局ロシアのクズネッツォーバが優勝を果たしました。平均で 9.575 という得点でした。そして2位にはルーマニアのツグルランが入りました。 9.562 という得点。
そして日本の大杉は、かなりいい跳躍を見せたんですが 9.137 で8位という結果でした。大熊さん、はい、大杉選手なんですけれどもね、昨日急に跳馬の種目別に出られることが分かって、あ、これは2つ違うものを飛ばなきゃいけないということで、塚原跳びをなんと1年半ぶりにやったんだそうです。あ、そうですか。でもそれで成功してもニコニコ顔でしたね。そうですか、跳馬は結局大杉8位ということでした。朝日生命体操クラブの塚原直也、2種目目のあん馬です。まあ、今日はジュニアの総決算でこれから新しい挑戦を始めるという塚原、あん馬でも E 難度の技を1つ増やしたということなんですが、どうなりますか。得意のあん馬です。インターハイでも優勝しています、このあん馬。さあ、ここから芝戸移動から入りますね。後ろ向きに移動してますね、はい、そしてこのポメル上で手を動かして、はい、最近はやはりこのポメル上でこうやって演技をするっていうのは非常に流行ってまして、ええ、まあ、これが難度を取れるんですけども、はい、みんなやはりこういう技をやってきますね。ちょっとバランス崩しましたけどね、あん馬に当たってしまいましたが、から開脚旋回で最後ひねっておりましたね。どうでした。ちょっとやはり、まあ、あの途中でつまずいているところが何箇所かあって、あれがもう見るからに失敗なんでね、そういうところでまだもうちょっとやはり旋回のスピードっていうのはもうちょっとあった方がいいのかなっていう気がしますね。池谷さん、はい、新しい技は一応成功したんでほっとしましたと言ってましたけど、本人は。あ、じゃあ本人はある程度納得ということですかね。技に関してはですね、はい、内容的にはそうですよね、はい、9.30 という得点でした。中国のホアンシー、2種目目アンバです。このホアンシュがアンバの最終演技者。ここまでトップは 9.30、 塚原の 9.30 です。まず前移動のところで、すでにここでポメル状の移動が入ってますね。ここでまたやりますね、はい、この辺はもう E 難度連続ですから非常に点数高い演技になってますね。この辺でさあ、ここまでは一応順調なんですけども、ちょっとですね、技をやった時に足を開くのがちょっと気になるんですけどもね、最後は横移動で一挙に横移動してから倒立上げましたね、はい、どうでしょう。かなりこの旋回のスピードもあったような感じするんですが、内容的には申し分ないと思うんですけども、やはり途中で足を開くのがちょっともったいないですね。あそこをやはり閉じるように綺麗にやってくれたら、やっぱりジュニアじゃなくてナショナルでも通用すると思うんですけども、まあ、あの辺がちょっとやっぱり足を開いてしまうところ辺がちょっとジュニアかなっていう気もしますね、はい、結局得点 9.35 ということで塚原を抜いて、トップになりました。アンバは優勝、この中国のホアンシュでした。男子は3種目目に入っています。釣り輪の種目別、まず最初はイタリアのフェレッティ。この釣り輪だけが非常に飛び抜けて上手い選手、やっぱ体つきがね、もう力があるぞっていう体してますからね。そうですね、胸板が厚くて、この力技を存分にご覧いただきたいと思いますが、起き上がりから新腕伸身ですね。ここです。これ十字倒立です。ここから引き上げます。はい、この辺で難度が E 難度がつきますんで、加点要素ですね、から振り上がりからまた十字倒立、これも E 難度です。ここから引き上げるとまた E 難度なんで、すごいですね。 E 難度が続きますね。非常に倒立も安定してますね。女子段違い平行棒、最後ですね、堀は伸身のムーンサルトですか。そうですね、着地が一歩ちょっと大きく出ましたが、本人も片目をちょっとんっていう感じでね閉じましたけども、でもすごいいい体をしてますよね、18歳で。
池谷さん、はい、イタリアの選手であのユーリー・ケキっていうとってもこの釣り輪の強い選手いましたよね、はい、なんでイタリア人はこんな強いんだって言いましたらね、はい、釣り輪に関しては特別の教育システムがあるんだよなんてコーチはウィンクしてましたけど、あ、そうですか、炒め飯を食べてるからとか言ってませんでしたか、言ってました、パスタがいいよとか言ってました言ってたでしょ、だから日本はでもうどんがありますからね、ちょっとね、だから異常にそういう筋肉がすごくて力が強い選手が多いんですよね、イタリアは、ケキ選手なんかはもう僕一緒に現役の時代戦ってましたから、非常に体がすごかったですね、見るからにも筋肉隆々で、結構あのアーノルド・シュワレツネッカーみたいな感じでしたから、そうですよね、はい、顔つきもそんな感じもありますもんね釣りは3人目ベラルーシのシュクラトビッチです。昨日の個人総合は3位に入って、3種目棄権をしてしまいました。ちょっと手首を痛めているということなんですが、この釣り輪は出場して 9.350 という得点をマークしています。シクラトビッチ十字倒立から引き上げですね、はい、この辺が E 難度でもう1回来ますね、十字倒立、イレーナ選手も10点満点の中から減点されます。伸身のサルトですね、はい、トップ足が一歩前に出てしまいましたが、やはりまだもう少しやっぱり決めが甘いっていうところで、まだもうちょっと体がもう少し立てばできてくるのかなっていうところがありますね。この釣り輪というのはどのあたりの筋肉が一番必要なんですか。やはり肩ですね。肩ですか。肩と、まあ、全体的なんですよ、背中、上半身やはりものすごいつかないと、うん、これはもう人間の普通の動きじゃないんで、普通の人がやればもうすぐ肩が脱臼してしまうような動きばっかりですから、それを筋肉で固定させて守ってるわけなんで、非常に筋肉がたくさんついてないと危ないんですね、すぐ肩を痛めちゃう、はい、無理すると筋肉が切れちゃったりとかすぐするんで、やはりもうそれだけ基礎体力っていうか基礎の上半身をつけてないとできませんね、はい、ベラルーシの18歳、まだ153センチ、49キロという体のシクラトビッチですが、得点は 9.30 という得点でした。釣り輪の最終結果、イタリアのフェレッティが圧倒的強さを見せました。 9.550 で優勝を果たしています。2位には中国のホアンシュ 9.450、 日本の塚原は 8.85 という得点で6位ということになりました。女子2種目目段違い平行棒、6人目の演技者ルーマニアのツグルラン、この人もかなり高い技を持ってますね。E 難度ですね。車輪の1回ひねりから銀河宙返り、こう難しい技が3つつながってます。姿勢が綺麗ですね、倒立の姿勢が、スピードをつけて最後は伸身のダブル、はいね、あの前半の部分 の、あの車輪、後方車輪をして一度手を離して1回ひねりっていう技があったんですが、あれは E 難度になります。でそこからまた車輪で1回ひねって銀河宙返り、 E 難度、D 難度、D 難度と3つ難しい技が続いてますので、はい、そこでそこだけでもすごく加点がありますね。組み合わせだけでも 0.4 分の加点があります。今のは折り技の伸身のダブル、折りもしっかりと決めてきました。ここまで段違い平行棒は 9.725、 ロシアのクズネツォーバの、得点が一番最高なんですが、それを抜けるかどうか。昔は伸身のダブルなんて考えられなかったんですけどね、女子では、あ、そうですか。それがもう今ひねったりしてますからね、伸身のダブルで。もうほとんど男子の鉄棒と同じですからね、あのバーの太さは違いますけれども、幅がもう広がるようになりましたので、今150センチぐらいまで幅が広がりますので、もうほとんど下バーがない状態でジュニアの選手なんかはやってると思います。さあこれが最初の入りのところですね。
難度の高い技だなと、はい、バランス崩れましたけれども 9.750 が出ましたね。あ、 9.750 ですか。現在トップです。段違い平行棒を残す選手は2人です。ウクライナのカルペンコの演技、今日はうまくいきましたね。昨日はここでちょっと落下してしまったんですね。それでも 9.325 という得点取りましたんでね。低難度の技です。はい、低難度が続いてますね。これはパクという宙返りですね。低難度です。ここまで非常にいいですね。伸身のムーンサルトですね、はい、これは新しい技ですね。あ、そうですか。はい、あの審議申請でまだルールブックに載ってない、あの世界で何人かされている技ではあるんですが、まだ規則集に載ってない技ですので、今回新しい技として申請されたものですね。もちろん E 難度ですか。僕、はい、初めて見ましたね。あ、女子のこの、はい、ムーンサルトはこの背面車輪っていうのも本当昔は、まあ、バーが、あの卵技だったんですよね。だから こういう技はできなかったんですけど、今丸くなってるんで背面車輪っていうのができるようになったんですけども、じゃあ男子の鉄棒に近くなってきたんですかね。平行棒というよりも全く一緒ですね、男子の鉄棒と。もう着地の最後一歩だけで、あとほとんど減点するところがなかったんじゃないでしょうかね。そうですか。どのぐらいの得点が出るんでしょうか。ここまでの最高は 9.75、ルーマニアのツグルランの出しました 9.75 が 9.80 が出ました、ね、9.80 ですか。カーペンコがトップに立ちまし た。段違い平行棒、結局最終結果はウクライナのカーペンコ 9.800 で優勝を果たしました。2位にはルーマニアのツグルランが入っています。 9.750 でした。あん馬で優勝を果たしました中国のホアン・シーの跳馬です。これから1本目、前日の個人総合見事優勝を果たしました中国のホアン・シー。今日は2種目目のあん馬でもうすでに種目別優勝を果たしています。ただ国際大会は初めてということで、今回は経験を積ませるために連れてきたそうなんですが、非常にいい成績を出してますね。そうですね、まあ、体的にもしっかりしてますしね。16歳、伸身の笠松ですね、はい、さっきの、ね、韓国の選手と一緒の飛び方ですけれども、はい、まあ、これは難度的には D 難度ということで 9.5 万点なんで、はい、やはり E 難度の 9.8 万点の技を飛ばないと、まあ、非常に難しいですね、うん、優勝を狙うのは。男子の場合は、満点で 9.8 が満点になって、ね、あとは距離で加点があるんですよね、はい、そうですね。だから今回もラインを着地のところに引いてあると思うんですけども、はい、4メートルを超えると加点要素、ね、はい、0.2 の加点があるということで、はい、少なすぎるとまた減点されてしまいますから、はい、まあ、そのあたり走り幅跳びの要素も少し入っているというこの男子の跳馬なんですが、ですね、昔はこんなの全然なかったですからね、距離っていうのは関係なかったんで。池谷さんはかなり距離の出る方だったんですか。僕はまあまあでしたね。でもあんまり上手くなかったですね。ホアンシー1本目は 9.20 でした。これから2本目です。ちょっと着地がうまくいきませんでした。伸身の塚原ですね、やはり2本目に飛ぶ技を持ってないようですね。あ、なるほどね。一応もう C 難度なんで 9.2 万点からの採点になってしまうんで、非常にまあ9点台乗せるのは難しいですね。今の着地ではちょっと難しいかなという感じですかね、やはりだからこの最低でも D 難度2つっていうのがまあそこそこ狙える基準ですね、うん、それ以下だとちょっともう上位は狙いにくいと思いますね、まあ、この10月には4年に一度のジュニアの全国大会が中国開かれるそうなんですが、はい、まあ、その弾みにしたいとこの大会に連れてきたというホアン・シーですが、予選会では総合優勝を果たしたらしいんですがね、
やはり中国広いですからね、2本目の得点出ましたね。 8.75 でした。平均で 8.975 でした。ベラルーシシクラトビッチの1本目跳馬です。これは伸身の前方系ですね。前方宙返りですね、はい。これだから抱え込みだとあの B 難度なんですけども、足難度ですね、はい。これは伸身でやりましたから、これはですね、やはりでも D 難度ですね、まあ、9.5 満点なんですけども、あまり、まあ、やってる人は少ないですね。非常に珍しい技であります。跳馬2本目です。どんな飛び方を見せますか。前方系に強いというこのシクラトビッチですが、2本目は屈伸できましたね。次は屈伸ですね、はい。屈伸はやはり今度は難度が下がってしまうので、 C 難度で 9.2 からの採点になってしまいますから、うん、さっきの中国のホアンシー選手とですね、うん、一緒のように D 難度と C 難度ということで点数的には低くなってしまうと思うんですね。やはりなかなかこのジュニアの段階から難しい技を2本というのは難しいようですね、はい。 うん、まあ、その中でも果敢に攻めてくるわけですが、はい、やはりこうなってくるとやはり D 難度2本飛んだ選手というのは有利ですよね、はい。跳馬の注目この人です。ロシアのボンダレンコ。この前方の、宙返りですか、ローチェという技を持ってるんですが、ね、飛びますでしょうか。これ非常に誰もやってない技なんですが、やりましたね、はい。うまいですね。これは、はい、高得点だと思いますね。前転飛び前方抱え込み2回宙返り、はい、結局3回回ってるってことですね。そうですね、手をついた1回目を入れますと3回回ってますから、これを綺麗に決めてくる選手っていうのは非常に世界の中でも少ないんで、さすがに強いですね。着地もかなり綺麗に決まりました。ほとんど、まあ、一歩で抑えてますし、これをまあオリンピックの時種目別で相原豊選手がやったんですけどね、はい、ちょっとやはり、まあ、失敗してしまいましたけども、やっぱり前方系っていうのは非常に着地が難しいですから、はい、それを2回回っての今の着地なんで、非常に今のはいい演技だったと思いますね。もちろん E 難度 9.8 の技です。はい、さあ2本目はどんな飛び方を見せてくれるのか。やはり、まあ、E 難度か D 難度だと思うんですけどもね。さあこれから2本目、1本目は難しい技を決めてきましたボンダレンコ。2本目は笠松ですね、はい。笠松は D 難度なんで、まあ、9.5 満点なんですけども、やはり1本目の E 難度が効いてますね、はい。1本目は 9.625 という高得点が出ております。これは2本目、これは笠松ですね。完全な伸身の笠松ということで D 難度。でもこの人非常に高さもありますね、非常に脚力がやはり強い選手ですね。だからもう本当に1本目のローチェっていう技はナショナルでも完全に通用する技ですし、世界でもほとんどの人がやってないっていう技なんで、まあ、やはりもう跳馬のレベル的には世界的なレベルにありますね、はいはい。2本目が 9.20 という得点、平均で 9.412 でした。男子の跳馬の最終結果、結局優勝はボンダレンコでした、平均が 9.412 という高得点をマークしての優勝でした。そして日本の塚原が、今日は新しい技に挑戦したんですが、それが決まって3位に入っておりますが、宮島さん見てました？はいはい、どうでした？今までピットでしかやったことがないという伸身のクエルボなんですが、これビタリと決まりました、9.25 という得点が出て、本人も笑みをこぼしておりました。そうですか。2本目が 9.20、 平均が 9.225 で3位に入っております。女子は3種目目平均台です。ルーマニアのツグルラン。前方の展開ですね、はい、B 難度です。
ここまで跳馬段違いとともに2位です。はい、伸身宙返りつま先までよく伸びてますね。ホメリアンチクです。はい、4分の1ひねって、はい、4分の1ひねって倒立で止まってでですね。今体操系のジャンプのシリーズが入りました。はい、平均台はいくつかこう要求されている種目 特有の要求というのがありまして、今のような体操系 の、はい、あのジャンプのシリーズを中に入れなくてはいけないという要求がされているんですね。はい、でなかなかあの世界の選手はいろんな工夫をしてきて、はい、あのそこで加点を取ってきている選手なんかも、それももちろん難度があるということですね。はい、そうですね。さあ、抱え込みのダブルです。今最後の折り技のところなんですが、あの後転跳びの2回連続からダブル宙返りに行きました。はい、今のところは B 難度が2つ、はい、でそして最後の、ダブル宙返りが D 難度ということで、そこだけで 0.2 の加点がもらえている難しい技です。なるほど、最後の最後のフィニッシュだけじゃなくて、そこに至るまでの過程で加点を取っているわけですね。はい、そうですね。なるほど、まあ、大きなふらつきもありませんでしたので、いい点が出ると思います。はい、さあ 9.650 という得点が出ました。現在のところトップです。さあ、アメリカのベネッサ・アトラーの平均台最後の演技者です。これも高さがありますね。はい、伸身の宙返りです。日本の選手よく片足を割って降りてくる伸身宙返りをやるんですが、あのこの選手両足で着地してますよね。はい、あの高さがある伸身の両足の着地の宙返りは D 難度で取れるんですね。もうなかなかこう幅が10センチですので、はい、平均台というのはこう恐怖心がありますから、練習の中でこう回数をかけてその恐怖心を取っていくということをするんですね。1メートル20センチの高さがあって幅がわずかに10センチということで、はい、ジュニアの選手は身長が低いですから、はい、もう120センチで もうすごく高く感じると思います。そうでしょうね。このアトラーはこの平均台最も得意にしている種目です。今のシリーズもちょっと変わってますね。あまり見られない組み合わせだと思います。最後は2回宙返りでした。スピード感があって非常に良かったと思います。はい、まあ、コーチの話ですと、この種目の時は人が変わったようになると非常にアグレッシブになるという話をしてましたがね。そうですね、ジャンプもすごく飛んでますし、あのアクセントのつけ方がハキハキというか、やっぱりアメリカらしくてすごく良かったと思います。最後もここ足がしっかり閉じてますし、高さも十分にありますので、着地もそうですね、ちょっと動いたぐらいで、はい、本人は笑顔もこぼれております。どうでしょうか。ここまでの最高は 9.50 のルーマニアツグルランのマークしました得点ですが、続きまして男子平行棒、その上に行くことができるかどうか、アメリカのアトラー、なんか体操を楽しんでやってるっていう感じですね。うん、そうですね、アメリカのカリフォルニアから来ました。まだ13歳ですが、非常に力強くてパワーがあるという話もコーチはしておりましたが、昨日の個人総合では4位に入った選手です。 9.525 という得点でした。で結局アトラーは4位ということになりましたね。女子の平均台の最終結果です。優勝はルーマニアのツグルラン 9.650 という得点でした。そして2位にはロシアのプロドドーマが入りました 9.625 という得点でした。女子のゆか2人目はルーマニアのツグルランです。面白いポーズから入りましたね。はい、最初はアムンサルトです。はい、決まりましたね。
こうなんかルーマニアらしい、うん、曲ですね。民族音楽のような感じですね、はい、オカリナかなんかでしょうか。こう床も同じで、はい、体操系のシリーズを入れなくちゃいけないというのがあるんですね、ええ、でジャンプを今3回続けましたけれども、はい、あれも要求されている一つの要素です。ここはテンポ中返りからの2回半ひねり、これ2分の加点がありますね、はい。ここが体操系とアクロバット系のミックスのシリーズになります、はい、これも要求されている要素ですね。あ、今の2回ターン素晴らしいですね。到達が高くて非常に良かったと思います、最後のシリーズは3回ひねりですね。3回ひねりですか。さらっとひねりました ね、 ね2回かなというぐらいのスピードで下が3回ひねりを決めてきました。つぐるら、まあ、今日は跳馬段違いで2位に入って、そして平均台では優勝を果たしています。そうですね、よかったですね、この床はどうでしょうか。大きなミスはなかったように思うんですが、そうですね、非常に躍動感があってよかったと思います。この選手に合った振り付けでしたね。まあ、山中さんはあの今振り付けの方のね、そうですね、勉強してらっしゃるということなんですが、やっぱり気になりますか、はい、そうですね、どんな曲を使ってるかっていうことと、その曲と合った振り付けやどういう振り付けをしてるのかなっていうのはすごく興味がありますね。やっぱり国の、良さみたいのが現れてきますから、はい、なんかルーマニアの選手らしくて、はい、よかったと思います。シリバス選手とかサボー選手とか、昔の選手いらっしゃいましたけども、こう躍動感のあるルーマニアらしい演技をそのまま受け継いだような演技でしたね、はい、さあツグルラン、この床は何位に入れるんでしょうか。ツグルランは 9.625 でした。現在トップです。アメリカのジェイミー・ダンチャー、床の演技です。ギターの音ですか。はい、こちらも今度はアメリカらしいという感じ で、 で、ね、ジャズのミュージックです。とラインオーバーしました。一瞬のムーンサイトですね、はい、2回ターンからのポパですね。今のは C 難度の連続になります。ここも難しい難度ですね。体操系のシリーズです。乗ってますね本人も。前方の1回半ひねりからバック転の伸身宙返り、今のも加点の要素になります。ちょっとギターの引き真似を入れましたね、この選手はジャンプが得意ですね。今のも2回ターンのジャンプが入りました。最後のひねりどうでしょうか。はい、決まりましたね。本人もお話にありましたように乗ってやってた感じですね。そうですね、納得した表情ですね。まだ13歳ですが、こちらもやっぱりなんか雰囲気があるんですね。そうですね、やっぱり女子の床っていうのは音楽ついてるんで、その分いろんな雰囲気が出てくるんでしょうかね、はい、池谷さんね。それぞれ個性が出てますね。アメリカらしいバンバンバンっていう飛び跳ねてるっていう感じのね、動きとかはやっぱりそうしますよね。その国、ね、独特の動きっていうのをつけますよね、みんな。山中さんどうですか、日本独特のっていうのは今考えてらっしゃると思いますけど、いろいろと。菅原梨沙選手が、今年に入ってからちょっと音楽と振り付けを変えたんですけれども、日本調の曲にちょっと変えまして、ですごく雰囲気のいい曲で、私は見てていいなと思ったんですけれども、また次の試合で見れるといいんですけどね。琴でしたよね。琴の弾いてる曲を入れたりとか、太鼓とかね。太鼓とか、はい、じゃあこれからは山中さんがこの振り付けをした床の演技がね、見られる、勉強しますかもしれませんが、何人かは振り付けることもあるんですけど、ね、あ、そうですか。今まででやってますけれども、
やっぱり、はい、ダンチャーの得点が出ました。 9.650 という高い得点で、ここまででトップに立ちました。さあ、ゆか最後の演技者になりました、アメリカのアトラーです。このアトラーも昨日の個人総合では 9.750 とトップの得点を取りました。さあ、このゆかで優勝を狙います。アトラー、今のは D のジャンプですね。アメリカの選手はもともとジャンプが得意なようですね。そしてこちらも音楽がジャズっぽくてアメリカらしいですね。ピタッと決まりました。決まりました。自分の個性をよく知って自分をよく表現しようっていう感じがしますね。3回ひねり決まりました、はい、ちょっと曲調が変わりましたね。私もよく床の審判をすることがあるんですけれども、はい、どうしても日本の選手というのは2回ターンのところでかかとが最後まで上がらない選手が多いんですね、はい、で2回回ると C が取れるんですけれども、どうしてもそれが取れない選手がいるので、そういうところをこう外国の選手の演技を見習ってほしいですね。ほとんど着地もぴたりと決まったように見えましたが、どうでしょうか。アトラー、ここまでのトップはアメリカのダンチャーの 9.65 という得点ですが、この得点を抜けますか。微妙なところですよね、これ。そうですね、微妙ですね。いけるかもしれないっていうところ。あ、そうですか。でもこの選手もちょっと10点満点の演技ではないと思いますので、ちょっと難しいでしょうかね。そうですか。先ほどの選手の方が有利じゃないでしょうか。でも13歳ですよね。そうですね。どうですか。すごい大人の雰囲気というか、そうですね、もうリズムとかの取り方とか、やっぱりベテランの域ですよね。ゆかの演技が、もうアメリカの選手は小さい時からこうダンスパーティーなんかに出かけたりして踊ってることがあるんじゃないでしょうかね。やっぱり曲にこう乗れるっていうんですか、非常に表現力が豊かですよね。リアクションが大きいですからね、アメリカの人はね。そうですね、そういうのは絶対影響してますからね。やっぱりそうですかね、この振りに、こういうのやっぱり体で表現するっていうのはそういうことですから。あー、なるほどね。あれの激しくなったのが床の演技のね、振りと一緒ですから、こうみんなに見せる術をもう生まれながらに知ってるということですね。さあ、得点を待ちます。どのぐらいの得点が出ますか。ここまでのトップは 9.65 アメリカのダンチャ、そして2位にはルーマニアのツグルラ 9.625、 そして3位は2人で 9.60 という得点ですが、さあ得点が出ました。アメリカアトラの得点は 9.70 という高得点です。同じアメリカのダンチャーを抜いて最後見事金メダルを取りました、はい、やりましたね、やりましたね。アメリカが1位2位ということになりました。アメリカのアトラが 9.70 で優勝を飾っています。塚原直也、今日は今までより難度の高い技を入れて挑戦をしております。塚原、5種目目の平行棒です。さあ、今日はまあ初めての技を入れるということで、はい、車輪からデアミドフですね、はい、これを2回繰り返すんですね、はい、通してやったことはないという話ですよ、ここからですね、これ車輪デアミドフもう1回いきますね。どうですか。なんとか持ちこたえましたね、まあ一応成功なんですけども、やっぱりここは森末なんですけど、はい、森末は綺麗に、はい、決まりましたね。やはりシャリンディアミドフのやっぱり足割れがね、非常に目立ちますけども、内容的には十分ですね。今もヒーリー2回連続からヒーリー一挙以降ですね、でツイストして最後は屈伸の2回宙返りということで、まあ演技内容としてはもう本当に申し分ないですね、はい、ただやはり初めのシャリンディアミドフ自信がないんで、やはり足を開いてね、ちょっと調整してしまいましたけども、非常に内容的には技の数、高度的にはもう申し分ないっていう感じですね。あ、今のは、はい、E 難度の森末という技ですが、
これをだから綺麗にできることができれば、うん、世界でも通用する演技じゃないでしょうかね、はい、得点は 9.40 という高得点でした。男子の平行棒種目別をご覧いただきますが、優勝を果たしましたのはこのロシアのポドゴルニーでした。駆け上がりカットから入りますね。ここから前振りから屈伸のルンプティスですね、はい、これは E 難度ですね。これは日本では畠田くんなんかがやってますね、はい、これヒーリーから今度は抱え込みのルンプティスでヒーリーからやると難度が上がりますので、この加点要素です。最後は前方で半分ひねりましたね。そうです、最後ひねってましたね。前方で2回宙返りで半分ひねると前方で降りる選手っていうのは少ないんで、そうですよね、非常に珍しいですね、はい、やはり腕にはですね、パッドをしてサポーターをして、あの中に黄色いウレタンをですね、いっぱい敷き詰めてますね。あ、そういうもんなんですか、やっぱり痛いですもんね、当たるとやはり相当な衝撃ですから、ね、ほら出てますね、この黄色いウレタンがね。優勝を果たしましたロシアのポドゴルニー 9.50 という得点で優勝を果たしております。日本の塚原の最後の鉄棒です。これ返却シートで入りますが、ちょっと今リズムが壊れましたけどね、まあなんとか持ち越しましたが、シントカチェフ、シントカチェフ、これはいいですね。今日は新しい技にどんどん挑んで、それがかなり成功しているという塚原、はい、最後もフィニッシュの、はい、折り技を今日は新しくします。さあここから最後フィニッシュですね。最後は伸身の新月面ですね、はい、これまでは普通の月面だったんですが、はい、一回ひねりを多くしました。あ、お父さんはどうでしょうか、この表情。嬉しそうですね、嬉しそうですか、お父さんは、まあ大きなミスがなかったっていうことなんで、非常に試合内容は今日は良かったんじゃないでしょうか。まあ、新しい技を入れていってこんだけミスがないっていうことは、はい、まあ、非常にこれからも通じるぞっていう自信が持てたんじゃないでしょうかね。まあ、ほとんど新しい技を入れて通してやったことがないという話だったんですがね、それをやってしまって成功するところがなかなか、素晴らしいというか、怖い存在ですね、うん、これは新進トカチェフですね、はい、最後の、まあ、新進の新月面も非常にうまく決まりましたから、非常にこれからが楽しみですね、はい、これからもっと力がつくと思いますから、こちらはお母さんですね、千恵子さんですね。得点は 9.30 という得点でした。2人を終わってトップです。鉄棒3人目はイタリアのペレッティです。釣り輪では本当に力強い、そうですね、演技を見せて優勝を果たしました。やはりペレッティ体型的にも一番今回の中でいい体型をしてるんじゃないでしょうか。特にこの上半身の筋肉がね、すごいですね、すごいですね。この鉄棒も釣り輪のような感じでやるんですがご覧いただきましょう。まず入りで伸身のコスミックを使いましたね、はい、この辺順手の逆シート2回連続でこの辺で難度を稼いでますね。そうすると加点要素がたくさんあるんで、はい、点数が高くなっていきます。でまたこう同じ技を入れていきますね。最後は伸身の月面宙返りですね、はい、ひねりが1回少ない2回宙返り1回ひねりですね。さっき塚原選手たちよりは1回少ないんで、はい、これは難度は D 難度になりますね。新月面で E 難度になるんで、まあ、やはり離れ技が、まあ、ジュニアなんで1つっていう選手が多いんでね、はい、この辺が、まあ、これからの課題だと思うんですけどね。皆さんの離れ技がこの伸身のコスミック1回しかないんで、はい、まあ、これからでしょうね、どんどん離れ技を増やしていくっていうのは。しかしこの人の場合は鉄棒の場合もなんかこう力が力でねじ伏せてるっていう感じしますよね、そんなこともないんですけどもどうもそう思えてしまいますね。やっぱり体つきなんでしょうかね、
イタリアフェレッティの得点は 9.250 という得点でした。ここまでのところで2位です。鉄棒4人目です。ルーマニアのラレッシュ・オルザッツァ。この辺あの一緒の系統の、ね、シート、はい、みんなやってきますね。これで難度を稼いで加点要素を増やしているということなんですけど、ここからイエガー持ちましたね、はい、イエガーの伸身の1回ひねりやりました。これ非常に難しい技ですから、いい難度ですね。最後新月面、新進ですね。新進の新月面ですから、まあ、内容的には、まあ、離れ技がですね、はい、非常に難度の高いな離れ技をやってますんで、はい、まあ、1回ですけども非常に内容としては、まあ、高得点の内容ですね。だから、はい、離れ技がやはり低い難度だと全体的に点数も低くなってしまうんで、低い難度だと何回も繰り返してというか2回ぐらいやらないとということで、2回3回やっていかないとやっぱり点数上がってこないんですね、ということになってるんですね。昨日の個人総合での得点は 9.50 とトップの成績をマークしたこのルーマニアのオルザッツァですが、終わった後コーチとパチンと手を合わせました。オルザッツァ 9.50 という高い得点、ここまででトップに立ちました。さあ注目のロシアのボンダレンコの演技、昨日は落下で 8.90 という得点でしたが、はい、小鉢という技を入れますね。ここから小鉢ですね、持ちましたね、はい、ここからホップターンに行きますので、はい、この連続技で非常に加点要素があります。でここから伸身のトカチュー、落下してしまった。昨日は小鉢で落下して、今日はちょっとその次で落下してしまいましたね。これ本当だと新人のトカチェフから、はい、まあ、普通の平脚のトカチェフ、開脚のトカチェフ、開脚のトカチェフですね、はい、この連続技で非常に新人から連続いくっていうのは難しいんで、あまりやってる人選手は少ないんですけどね、はい、ちょっと今回は失敗してしまいましたが、一回やってくれますね、はい、これ新人からここからトカチェフですね。あ、決まりました、素晴らしい。 あ、ここギンガーも入れました、入れましたね。合計で4つ入ってますからね、はい、素晴らしいですね。これも失敗の方入れると5つになってやってますからね。そうですね、非常にやはり体力いりますから、スタミナありますね、さすがに。そして最後は伸身のムーンになると。池谷さん、はい、この選手、ね、結構ガッツがありましてね、はいはい、失敗すると必ずその失敗してしまった技をもう一回成功して見せるんですよ。素晴らしいです ね、やはりあの、はい、大概の選手は失敗するとそこでもうやらないんですけどもね、その技は、今日もねそれでギンガー入れましたでしょ、本来はあれ入ってない技だったんですよね。ですから多分あの失敗が悔しくてそう入れたんだと思いますよ。この辺は素晴らしいですね、それを成功させてしまうというところが。しかし小鉢が決まってその後、ちょっとねやはりここで伸身からちょっとねあの、はい、早く持ちすぎてですね、手首で持っちゃったんですよ。手首が先に当たっちゃったんで、そこからずれてきたのでやっぱりタイミングずれた、あでも落下がありましたが 9.10 という得点が出ました。ボンダレンコ、種目別鉄棒の最終結果です。優勝はルーマニアのオルザッツァ、9.50 という得点でした。そして2位には日本の塚原が入りました 9.30 です。3位にはイタリアのフェレッティが入っています。さあ全ての競技が終わりましたが、まず山中さん、はい、女子はかなり高レベルなね、そうですね、戦いが見られましたが、はい、この中に日本選手がなかなか絡んでこられないのが残念なんですが、どうですか。そうですね、今回初めて国際大会に出た選手ばかりでしたので、これをあのバネにしてこれから頑張ってもらいたいと思います。まあ、一方男子の方は日本の塚原選手がね、はい、釣り輪以外は全部3位以内に入ったという。そうですね、今回まあ新しい技をいろいろ挑戦してそれが成功しているということなので、非常に自信ついたと思うんで、これからまあどんどんと活躍してもらいたいなと思いますが、どうですか、ジュニアの選手全員に池谷さんからメッセージを送るとすると。そうですね、やはりもう本当にレベルの方はジュニアも上がってきてますから、
あとやはり、まあ、技を追うことと、もう一つは着地ですよね、うん、今回のジュニア見ててやはり着地がまだまだナショナルの選手に比べてまだできてないなっていうところがあったんで、はい、やはり着地をもう少し練習してほしいなと、はい、いうことでしょうかね、はい、今日はどうもお二人ともありがとうございました。どうもありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。